平野翔の弟平野陸、ついにベールを脱ぐ。俳優デビューで兄弟共演なるか。徹底比較、平野翔 vs、平野陸。兄弟それぞれの魅力を徹底解剖。平野翔の弟、平野陸がついにその名を広める時がやってきた。2023年12月、彼は、平野翔の弟として音楽デビューを果たし、 続いて2024年6月には地上波ドラマ、サッちゃん僕は、TBSK に出演することが発表された。このニュースは多くのファンを驚かせ、彼の新たな挑戦が注目を集めている。リクがこれまでの経歴と新たな挑戦について、そして兄との関係についての真実を探ることで、彼のこれからの活動に対する期待感がさらに高まっている。平野リクは、 2020年にアパレルブランド RKS リッキーを立ち上げ、ファッション界に足を踏み入れた。彼のデザインセンスとビジネスセンスは、彼自身の努力と家族の支えによって確かなものとなった。特に、彼の母親はブランド運営に全面的に協力し、年の離れた妹もモデルとして活動するなど、平野家全体での支援が見られた。公式インスタグラムには、 家族の仲むつまじい様子がたびたびアップされ、ファンからの応援も集まっていた。平野翔は兄としての役割を果たし、リクのブランドをサポートする姿勢を見せた。自らのブログにリクのデザインした服を着た写真をアップし、その存在を広める一助となった。翔の強力なサポートによって、リクのブランドは急速に成功を収め、 ショップの店頭に立つ際には兄についてのトークにも気さくに応じていた。2021年には約1万円の T シャツ付き写真集を発売し、さらなる注目を集めた。しかし、成功の陰には批判の声もあった。一部からは、お兄さんのファンを相手に商売をしている、といった声が上がり、賞の影響を利用しているとの批判が寄せられた。この批判に対して、 ショーも無視するわけにはいかず、しばらくの間、兄弟の関係は公にされることはなかった。この状況が変わったのは、2023年12月、リクが音楽シングルを発売し、改めて、平野章の弟として注目されるようになった。今年5月には、地上波のバラエティ番組、踊る三御殿、三魔五天に出演し、名古屋から来た。 平野翔の弟として自らのストーリーを語った。この番組では、陸が自分の夢を追いかける決意と、兄の影響を受けながらも自らの道を切り開こうとしている姿が印象的だった。また、女で一つで育ててくれた母親への感謝の思いを語り、その心温まるエピソードが多くの視聴者に感動を与えた。平野陸の進化は、単に、平野翔の弟としての影響を超え、 彼自身の力で新たなステージに立ち上がる姿を見せている。これまでのアパレル事業から俳優業へと進出することで、自らの可能性を広げ、ファンの期待に依頼続けている。リクのこれからの活動には、多くの人々が注目しており、彼の成長と成功を見守ることが楽しみである。また、2024年には初の主演映画も控えており、 俳優としてのキャリアのさらなる飛躍が期待されている。リクがどのように自身の才能を発揮し、役柄に挑んでいくのか、その進展には大いに期待が寄せられている。彼がこれからどのような新しい一歩を踏み出し、どのような成長を遂げるのか、ファンは心から応援していることだろう。平野リクの新たな挑戦は、彼の個人的な成長だけでなく、 家族全体の絆をも再確認させるものである。彼の活動がこれほどまでに注目される背景には、兄である平野翔の影響だけでなく、陸自身の努力と情熱があることを忘れてはいけない。彼のストーリーは、ただの弟としての立場を超えて、自分自身の力で道を切り開く姿を見せている。アパレルブランド、RKS リッキーの立ち上げから、音楽デビュー、 俳優業への進出と、陸のキャリアは確実に多方面にわたる。このような幅広い挑戦を通じて、彼は自分の夢を追い続けている。ファッションから音楽、そして俳優業に至るまで、各分野での成功を目指している彼の姿勢は、非常に尊敬すべきものである。特に注目すべきは、彼がアパレル事業において見せた独自のセンスと、 音楽俳優業での新たな挑戦に対する真摯な態度である。アパレルブランドの設立においては、自身のデザイン力を発揮しながら、家族との協力の下でビジネスを展開してきた。兄の影響があったとはいえ、彼自身の独自性を大切にし、ファッション界での地位を確立してきた。音楽デビュー後も、彼は自分の個性を活かしながら、新しい音楽的挑戦に臨んでいる。 俳優業への進出も、彼にとって新たな挑戦であり、同時に自らの成長の証でもある。地上波ドラマ、サッちゃん、僕は、での出演は、俳優としてのキャリアのスタート地点であり、彼の演技力や表現力がどれほどのものかを示す重要な一歩である。初めての演技に対する不安やワクワク感を抱えつつも、彼は全力で挑戦し、自分の力を証明しようとしている。 この挑戦がどのような結果をもたらすのか、非常に興味深い。また、平野陸がこの新たなステージに立ち上がる背景には、彼自身の内面的な成長と、自分の道を見つける過程がある。兄の成功に影響を受ける一方で、陸は自身の独自の道を歩む決意を固めており、彼のこのような姿勢がファンの心を掴んでいる。彼の挑戦は単なる成功の追求にとどまらず、 自分自身を見つける旅でもある。ドラマや映画、音楽と、多方面にわたる彼の挑戦は、彼自身の個性と情熱を見せる機会であり、これからの展開に対する期待感が高まるばかりである。平野陸がどのように自分の夢を実現し、さらなる成功を収めていくのか、その過程を見守ることが楽しみである。彼の新たな活動がどのような成果をもたらすのか、 引き続き注目し続けたい。平野陸のストーリーは、ただの家族の影響を受けた一人の人物の成功にとどまらず、自らの力で道を切り開く姿を見せている。彼の努力と情熱がどのように形を成し、どのような影響を与えていくのか、これからの活動に期待を寄せるとともに、彼自身の成長を温かく見守りたい。このように、平野陸は兄の影響を受けながらも、 自らの力で新たな挑戦に立ち向かい、成功を収めつつある。彼のこれからの活動がどのような成果をもたらすのか、そしてどのように自身の個性を発揮していくのか、引き続き注目していきたい。リクが新たなステージでどのような輝きを見せてくれるのか、その未来に期待が高まるばかりだ。